山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市片町2丁目寿司処宮、宮優希さんにお話を伺いました。優希さんは金沢生まれ、わんぱくな少年でした。中学生になった頃から早くお金を稼ぎたいと思っていました。高校卒業後、お父さんの勧めで岐阜の自動車整備士の短大に進学。車が好きで運転するのも好き。夜は颯爽と車を走らせてプロレーサーになることも夢見ていました。岐阜で働いてから金沢に戻ってきました。そして自動車の解体、板金塗装の仕事をしてお金を貯めて欲しかった車を購入しました。その頃現在の奥さんと出会い、子供を授かりました。会社の社長に相談して、これから子供を育てていくためにどうすればよいかを真剣に考えました。そして社長から近江町市場の鮮魚店を紹介してもらいました。とはいえ車に関わる仕事を諦めきれず迷いましたが、気を引き締めて頑張りました。魚のことも商売のこともわからないまま一生懸命にやっていたら、いろんなお客様を担当させてもらえるようになりました。その中の一人が愛知というお寿司屋さんの大将。信頼されて魚の選別や水洗いを任せてくれました。そして優希さんが29歳の時、愛知の大将から寿司屋にならないかと言われました。片町の愛知で1年間アルバイトをして、30歳を機に弟子入りしました。寿司屋は魚のさばき方がとても丁寧で、毎日が驚きと勉強でした。優希さんは大将から愛知を任せられるようになって、2022年9月にお店の屋号を寿司処宮に変えて大将になりました。寿司屋は仕込みが7割、お客さんの前で3割。優希さんがいつも大切にしているのは、お客様の気持ちになって考えること。それぞれのお客様と会話をしながら、ちょうど良い瞬間にお出しする時の緊張感。しっかり魚の準備をして、感謝の気持ちでお客様に向き合えることに喜びを感じている宮優希さん。金沢市片町2丁目寿司処宮。また行きたくなるお店です。ハッピースマイルは、人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。